はい、こんばんは、ネスです。昨日に引き続き、ニンジャラホイ、続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日は、第8話かな。その8、やっていきましょう、続き。ちょっと中途半端なとこで終わっちゃったんで、昨日。で、ついに、あの、アカネが、生き別れの妹、感動の再会を果たして、まあ、悲しいことに、兄弟で芝木合いをするという、あの、ドクロ将軍の罠によって、呪われた、あの、アカネとの戦いになりましたけど、ミギアさんいらっしゃい。こんばんは。そうですね。で、青龍の城終わって、茜救出。で、あの、奥の方の城、茜がおった方の城の右端へ行って、あの、秘密の抜け穴があるという情報を聞いて、一旦村に戻ってきたところですね。村に戻ってすぐセーブしたところ。ニコメさんいらっしゃい。こんばんは。ありがとうございます。もう見れないですね。おそらくは。コミ入ってたが、なんで入ったのか、記憶がない。何で入ってもらったのかな。まあ、いろいろやって、何らかのピロリン。おそらくそうですね。ごこめさんいらっしゃい。こんばんは。あれ?こんなやつおったっけな?ああ、おったか。で、とりあえず、まあ、あれですね。せっかくなんで、ゆっくりしていってもらえれば。いいですけど。一回戻りましょう、あそこの城。あ、買い物した方がええか。JD さんいらっしゃい。こんばんは。セブンスクロスですかね。かなり前に入ってもらった可能性もありますよね。ローリングサンダーかな。桃鉄新作、そうですよ。3DS で、任天堂から、新たに、リニューアルリリースって感じかな。1年前のセクロス放送、まあその可能性もありますね。日曜の終わり、リクさんいらっしゃい。こんばんは。ありがとうございます。松の外役買っときましょう。ちょっと連日の RPG 枠ですけど、まったりのんびりやっていきましょう。で、行くか。仲間増えたことによってかなり楽にはなると思うんですけど。何年もしてない。いつでもできますよ。あの、日物から発売されたファミコンさえあれば。あ、でも武器買ったったらいいか、茜の。まあ、そのうちどっかで拾えそうですね。そっちのセクロスはまだ。ピロリンを復活しようと思ってたら忘れてた、設定変えるの。ここのところ最近サイレントピロリンばっかりでしたけど。
でもこれ回復覚えてないんで、いや全部残ってますよって言ってもそんなに大して溜まってないですからね。動画は消えちゃったりとかしてますけど、まあ画像ファイルは軽いんでそんなに消えてないかな。まあ、茜の装備のためにも、金稼いでいきたいですね。あ、装備何も装備してない。大丈夫かな、これ。丸裸ですよ。で、ここはやっぱりこれ出るんや。丸裸とか番物。イデアの日とか、普通に着替えで装備変わり、見た目変わってしましたよね、装備で。ステータス画面の。技使えるのが増えると楽になるといいけど。ただし、回復はまだネスマルしか覚えてないんで、ちょっと厳しいですよね。一旦、今までの村行って、あ、そうや、ほんで、くの一様の術がどうとかっていうところありましたよね。つづらの村か。あそこ行ってもいいな。まあ、ここを抜けた先に何があるか、まずは確かめましょう。うん、そうですね。まあ今んとこおらんものとして考えたら。でも多分カゲロウの術はかなり有効ですね。僕の予想では。ちょうどいい具合にレベルアップ。とりあえず高丸がほんまに頼もしくなりましたよね。完全に戦士として。あ、
で、こっち行くんか。これちょっとタコで石膏しましょう。これは確認地蔵かな。この辺の端っこに天狗の家とかありそうですけどね。今までの傾向から行くと、そういうわけでもないんかな。すげえ呪われた大地やな、ここ。わしは確認地蔵でおじゃる。お前は伊達天の術を天狗に習ったかな。今使っておるのがその伊達天20倍じゃ。覚えてなければ天狗の家を見落としておるぞ。戻って見直してみるがよい。伊達天天狗の家はつづらの里の西でおじゃる。なんか道が途切れて、そして忍びの里。敵が強くなってないかどうか。一緒ですね、手追いドクロ。また始まった。一歩円か。ガランゴロン。でもやっぱりこの茜の術を覚えるときも、あの忍びの先輩忍者倒さなダメなんですかね。ってなるとやっぱり装備品ちゃんと買わなあかんな。またバッティングして金貯めましょうか。202両も入んなぁ、ここ。うわぁ、しまった。この茜ではきつい。元気の里。ホームラン。青龍の城まで捨てる羽目になったドクロ一族は必死の巻き返しに出たそうだ。ついにドクロの町2の先に山を作り、通行を遮断する巨に出たそうな。どうやって山越えをしたらいいんだ。虹の町への連絡の取りようがなくなってしまう。暴挙に出たとかやったらわかりますけど、巨に出た。風雲のか、くのいちの剣。あ、安い。くのいちの片びら、高っ。高いけどこれ絶対エロいやつですよ。19,800円。これ鉢金は装備できるんかな。一応くのいちの剣買うか。ビキニアーマーみたいな。あの、網の、インナー網網のやつですよ。15上がる。36。弱いな。のりさんいらっしゃい。こんばんは。ありがとうございます。他いらんもんないかな。
いらんもんなんもないですよね。アイテム欄。強力炭1万円。味噌煮込みうどん。ラホイ様の最強の術は使う忍者によって威力が違うそうだ。俺みたいなヘッポコ忍者が覚えてもしょうがねえんだろうな。ラホイ様の最強の術は使う人間の能力を100倍にするそうだ。そんな術を記した巻物がドクロ将軍の手に落ちたら、考えるだけでも恐ろしい。まあ、巻物3本こっちに持ってますからね。長年使ったトラトロッド折れた。購入計画が進む。釣り中に折れたんですかね。釣りしてる時に折れたらなんか、まだ納得いくけど。なんか不意に変な力かかってバキン折ってもうたら、後悔してもしきれないですよね。お金下ろしとこう。200円しかないけど。バッティングセンター行くしかないか。この先の町もドクロの町になってしまった。町という町はどんどんドクロの町になっていく。いつか忍びの里もドクロの町となってしまうのか。お、なんかある。ここは操りの術を教える修行道具、道場でござる。雲国斎様の紹介で修行に来たものでござるな。いいえ。では立ち去るがよい。ならば、アカネ殿に術を教えて信じよう。アカネ殿参られよ。うわぁ、アカネ一人でし、この修行。無理やな、これ絶対に。一旦戻りましょう。そうです、これが里見の謎。里見発見伝です。24個目さんいらっしゃい。ありがとうございます。無駄に術使わんでいいや。当たりさえせん。初見さんいらっしゃい。地声たまには聞かせて。よっちゃんさん、ありがとうございます。一回戻るか。それか、こっちネスマルの術教えてくれるのかな。一打目も与えられないですね。ここは元気の術を教える修行道場でござる。雲国斎様の紹介で修行に来たものでござるな。あ、これ、ここも茜の、くの市の術ですね。でも多分、僕の予想ではこの元気の術、ベホマラーですよ。ピロリンに対して。天使の小生意気、ちょっとだけ見たけど面白い。あれもおもろいですね。うわ、会心出た。でも、無駄会心。多分、ベホマラーですよ。ネロさんいらっしゃい。こんばんは。一旦戻りましょう、ネスの村に。ネスマルの村か。あ、つづらの里でもいいか。でも、くの市の衣装というか、服売ってたん。そうですね、装備整え。まあ、一番手っ取り早いんがホームランセンターじゃない、バッティングセンターなんですけど。招き猫を持って、金庫の術使いながら、敵倒していったら、金一気に貯まるかな。鉄の鉢がね。でも、くの市の、
服欲しいですよね。てか、なんか片びら一個置いといたらよかったな。ほーらひえん。甲賀片びら。くの一の剣。この甲賀片びらとか装備できそうな感じもしますよね。さすがにあのくの一の服だけとかやったら高すぎてゲームにならないですもんね。釣り場についてぐにゃぐにゃ振り回してたら折れてしまった。ここはアスナロの術を教える修行道場でござる。実はくの一なんかな、これ。いや、やっぱね、こう、防具がないと話にならないですね。ちょっとでも安い片びら買って、あかねが装備できるかどうか確かめるか。みんなエロいおっさん。一回だけバッティングセンター行きます。この200両を握りしめて3回行くか。一回どっかで戦闘して、あ、しまった、金宝の術使ってた。出ました、おなじみ天の弱。うわ、こいつこんな硬かってんな。心数1、お金増えず。コイン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 。マリオやってるみたい。出ました、大竹忍び。若かりし日の大竹忍びですね。これでも金歩とドトンで合わせ技で金稼げへんかな。ちょっと試してみよう。まずは金歩使って、あ、いける。戦わずして稼げますよこれ。やったぜ。しかも金歩って技ポイント減ってなくないですか？ん？これだけで稼げるな。あ、しかも金歩はまだ引き継いでるな。ずるい。まあでも効率悪いですね。やっぱり、ホームラン競争した方がいい。あれ、ブーブーちゃんさんいらっしゃいって言いましたっけ？すいません、挨拶遅れたら。どっかで気づいてなかったかな。放送でやることじゃない。裏でやれと。よし、ちょっとテレビ画面でバッティングセンターやりましょう。
まあ、一本打てば利益出るんですよ。あ、しまった。あ、もう終わりか。やったー!1500 円ゲット。これ風切りの刀装備できんかな?久しぶりのパーフェクト出ましたね。風切りの刀を装備できない。十分儲け出ましたね。400円から始めて。ああ、動いてますかね。すいません、OBS が落ちました。そうですね、というわけで、残り1分になりましたんで、ここまでロムって見てくれた方、ありがとうございました。そして、コメントしてくれた方、ありがとうございました。続き次枠でやっていきたいと思います。お時間ある方はまた、見に来てくれると嬉しいです。それでは、お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっと時間余った。復帰するまで時間かかりましたね、なんか。回線が切れてた。あ、カーネギーさんいらっしゃい。いや、ニコニコの方だけですね。枠取りします。こっちか。これでやってるな。多分なんで入ってて、なんでコミ入ってんやろっていう人、抜けましたね。コミ人数が。まあ別に、しょうがないですけど。何で入ってもらってんやろな。よし。こっちも一応更新しておきましょうか。コミ人数は289人ですね、今。ちょっと今、ブラウザ更新で負荷かかってるんで、かなり音痴になってますけど。よし、これで安定するはず。じゃあ続きやっていきます。あれ?そういえば圧縮バットも装備せんと普通にパーフェクト打ってたな。サンゴの片びら、うわこれすらも、あそうか、売るの忘れてた。せっかくお金、換金性の高いもんにしたね。
いや、でも、そうでもないですね。棒読みつけたことによって、棒読みじゃなくて、コメビューつけたことによって、その、オブ A の方、ブラウザー1タブ分、減らせてるんで、まあ、そんな変わらん感じですかね、負荷としては。まだスペック的にも余裕がある。ただし、その、何回もブラウザー更新したり、枠取りするときは、瞬間的に負荷かかるんで、まあ、かなりオンチになっちゃったりしますけど。手鏡。まあ、一個持っとくか。前回アカネに勝てたのは手鏡のおかげですからね。煙玉いらない。で、風切りの刀。フレッシュもね、配信確認画面みたいなんと視聴用画面両方あるんですけど、配信確認画面で見たらね、コメントが全然見れないんですよね。だから今までは両方開いてたんですよ。配信確認画面と、視聴用画面。みんなが見てもらってる画面の方でコメント見てたんですよね。あ、装備できる。片開け装備できますね。じゃあ、あれか。応急的に、装備しといてもいいな。もう一回、ホームラン競争やるか。まあ、見れないことはないんですけど、ブラウザ画面をこう全画面ぐらいにしないと、そのコメント欄がすごい狭まって、一行が二文字分ぐらいになっちゃうんですよね。ちっちゃいウィンドウで見てると。だから、実質読めないんですよ。もうほんまバカでかいモニター用意せんと、その、ゲームやりながらっていうのがすごい厳しいんですよね。まあ今はコメビュー出してるんで、かなり見やすくなりましたけど。最初はその視聴画面で確認することもわからんで、二文字ずつぐらいをなんとか文章として読んでましたからね。引きつけて打つ。あかんな。あか。引きつけ打ちが効かない。水山の太刀。くそ。あれ？タイミングずれてるな。やばい、これじゃ損してる。あー、最低でも2本は打たんとダメなんですけど。ファミスタですね。わからないです、くのいちの服。なんか特殊効果でもあるんか、それともただ単に手前の村やから高いだけなんか、もっと次の村行ったら安くで売ってる
可能性はありますね。よし、やっと。まあ、これで普通に取り戻したかな。損した分。ネロさんいらっしゃい。ありがとうございます。そう、さっき400円やったんが、一気に増えましたよね。かなり利益率の高い。でもね、これタイミング掴んでても、なんか3種類ぐらいあるんですよ、そのヒッティングヒットゾーンみたいなのがね、それがこう変動していってる感じなんですよ、ランダムに。だから全く同じタイミングで振っても当たる時と当たらん時がある。くそ、くそ、外れた。ブーブーちゃんさんいらっしゃい。ありがとうございます。眠気きました。恒例のみんなを寝かしつけるこのバッティングセンター。微妙にね、だから球速変わってるような感じなんですよね。あ、今のは完全にミスった。そうそう。まあ、だからもう全く同じタイミングやったら多分確実にみんな全打席打てるから、あえてそのランダム性出してるんでしょうけど。ここ美味しいですからね、めっちゃ。一瞬でこれお金貯まるんで。どこ行こう。まあ、分身の里が確実なんで、ここまで行くか。これでもうちょっと、甲賀の片びらかなんか買って、で、わらじ買いましょうか。まあ、手鏡は35円の利益しか出てないですけど。ヒット2本打てばもう煙玉で260円儲かりますからね。金はじゃんじゃん増える。手鏡1安打です。だから1本さえ打てばもう、儲け出るんですよ。予想以上に儲かったな。何回でもいけますよ。100円払えば何回でも打てるんで、あれ。ただそればっかりやってると多分レベルが追いつかないんで、そんな楽にはならないと思うんですけどね。でもめちゃくちゃ高いアイテムとか、さっきのくのいちの服みたいな買いたいときは、あそこ利用した方が良さそうな感じですよね。
甲賀の片びら買うか。まずは風のわらじ買っときましょう。2700円。風のわらじ、あかね。あ、そうか、ここ忍びの方、あの、くの市の福祉が売ってないんやったかな。あ、伊賀の片びらか。鉄の鉢がね、鉢がね、買うか。くの市片びら欲しいな。まあ、佐久間明のことですから、お色気シーン入れてくれてるはずやねんけどな。あ、ええこと考えた。修行の時だけ変えよ。まずはつづらの里行って、ここで甲賀片びら、さらにこれを根津丸が装備して、で伊賀片びらを茜。これでとりあえず術だけ覚えましょう。それでも足りんかな、18段やったら。体力80しかないのが痛いですね。そして、かげろうの術が、効果がなし。効果なし。これは勝てへんやろ。うわ、しかも、アスナロの術、これ、バイキルトですよ。でかいな、バイキルト。絶対欲しいですね、あの術は。これスカラか。いやー、ちょっと先生とか、せこいわ。あー、せこいせこい。これやっぱ後で来るところなんかな。お！いけいけ。無理か。せめて元気の術覚えてないと厳しそうですよね。素直にレベル上げるか。飛び切り。
ここの地蔵何喋るか聞きに行こう。この橋を越えれば大雪原地帯でおじゃる。それだけか。でもなんか敵強なりそうですね。天狗の家はないな。やっぱ金庫って MP 使わんでいいわ。常に使っといた方がいいですね。じゃあ金庫の術。ああ、でも一回戦闘したら切れるんか。長寮さんいらっしゃい。こんばんは。しまった。サンゴの片びら打ったらあかんだわ。これ防具交換できなくなりますよね。あれ打ってもうたら。失敗したな。持っといたらよかった。まあいいか。攻撃力1、守備力4。なんか完全に魔法使い系キャラやと思いきやそうでもないですよね、赤ね。これからでもどんどん術増えるんかな。19段でちょっと戦ってみよう。ハイパーピロリン。元気忍者が現れた。あ、いけそういけそう。元気忍者の方が弱い。カゲロウが決まればもっと楽に倒せそうなんですけど。あ、無理か。ナイス。くそ。決めろ。無理。無理。30回復されたら痛いですね。カゲロウ使うか、次。もう、先生とか。効果ない。よし。よしよし。命中率戻った。ダメージ与えてなさすぎて。
24しか回復せんかったな。かなりきついですよね。あれもう溶けてるかな。他の術はなくてもいいから、とりあえずは元気だけでも覚えときたいのに。あ、早い早い。かげろうの術解けるの早すぎるやろ。くそ、効果なし。効果なし。もう！よし。全開しやがった。なんかいけそうやってんけどな。会心とか出たらいけそうですよね。会心もしくは連続攻撃。あー、連続出たけど。無理か。出ませんように。じゃあもうこの先制攻撃すんのやめろや、こいつ。たまに10に与えられますよね。これが続けばいいねんけどな。だいたい8やねん。先生やから。あ、そうや。でも一回このピロリンとか覚えれるかどうか確かめに行こう。無理かな、やっぱりピロリンの里。ソーラヒエーン。ワールドマップでかすぎるな、やっぱり。あー、やっぱないか。ダメっぽいですね。ネスマルはネスマル用の術。で、アカネはアカネ用の術。ってことはやっぱり、レベル上げしかないか。結構ボリュームありそうやのにな、このゲーム。それでもこの、高エンカウント率と。推奨レベルが高い。時間稼ぎ。まあ、でも多分、つまりあれですよね。くの一片びら変えよってことでしょうね。先っちょだけ見に行く。ドクロミミズク。そうですね、19,800円。
うわ、もうあと3分か。早いな。ひたすらバッティングセンター通うか。あ、でも茜の色違い出ましたよ。姫ドクロ。サービスカット来た。今日も。めっちゃ金稼げる敵とかおらんからな。まあでも当面は茜、あの道具で回復要因にしましょうか。道具係にしよう。そっちの方が効率良さそうやな。立ち止まってるよりは。左上にドクロ村があるでおじゃろ。すんなり入れたな。世の中には支配するものとされるものの二つしかないと近頃分かりました。わしはドクロ将軍様と共に支配する方になります。ドクロ将軍様の子供をたくさん産んでドクロ忍者をいっぱい増やしたいの。あ、ドクロまんじゅう、ドクロの旗、これ買っとこう。これ解放したら多分買えなくなるんで。はい、というわけで残り1分になりましたんで、ここまでロムって見てくれた方、そしてコメントしてくれた方、ありがとうございました。ニコニコの方、次枠行きたいと思います。それでは、お疲れ様でした。ありがとうございました。フレッシュ、デスファクトリーオブ A を見に来てくれている方は、そのまましばらくお待ちください。枠取りタイム。まあ、ガンガン進んでいけば、茜用の強い武器とかも手に入りそうなんで、それが手に入ってから、戻って、ボコボコにしに行きましょう、先生忍者たちを。ドクロ将軍様は飛びまさが作ったからくり戦車まで手に入れられました。これでもうラホイの残党が根絶やしになるのも時間の問題ですね。そうそう、回復二人やったら安定感がだいぶ違う。というか、その高丸が攻撃に専念できる、高丸の攻撃をさらに倍増させられますよね。さっきのバイキルトとかあれば。ああ、なんか天使みたいなやつおる。
一個目三長領さん、いらっしゃい。ありがとうございます。近頃、ドクロ将軍様に立てつくガキと犬がいるらしいよ。お前ら一緒に歩いていると、そいつらと間違われるぞ。注意しなよ。ええやつですね。わざわざ忠告を。あ、でもここ、ボスがおらん。三個目さんいらっしゃい。ありがとうございます。貧乏人でも醜い顔でもドクロの面さえつければみんな偉そうに見えるもんな。やっぱりドクロ、これからはドクロ、ドクロの時代だよ。やはり正義と正義の戦いですね。相入れないんでしょうか。ここは、あれ?これ飛びまさじゃないんかな?一旦戻ろう。ドクロの村に。これでもほんま一番最初に覚える術がルーラで正解ですよね、このゲーム。これなかったらほんま、すげえ大変。あれ調べとこう。ドクロまんじゅう。使うと敵の体力が少し回復してしまうのじゃ。食べると自分の体が減るぞ。ドクロの旗。持っているだけで敵がワンサと出てくるのじゃ。まずい。でもレベル上げには持ってこいですね。黄金の爪。でもあれ持ってなくてもワンサと出るこのゲーム。持ってても持ってなくても変わらんのちゃうんかな。助けてくれー。あ、ネスマルさん、飛びまさです。また捕まってしまいました。ドクロ一族がこの先に作った山を見ましたか?そうですよね。アイテム預けられますよ。ネスマルタン、ネスマルさんたちが困るだろうと思って山を越えられるカラクリ戦車を作ったんです。そしたらドクロ一族がこの街を襲ってきて、このありさまですよ。あの戦車はこの街を西に行った洞窟の炎があれば完成するんです。早く洞窟の炎を運んできてください。早くしないとこの街を任された四天王の一人、玄武が戻ってきてしまいます。来た来た。でへへへ、オラは、ドクロ一族四天王の一人、玄武だ。でへへ。また会っただな、ネスマル。今日こそお前の息の根を止めてやるだ。玄武が現れた。ええー、いきなりやかね。きついな、これ。スーパーピロリン。で、カバウ、アカネ、カゲロウ。くそ。呪いのなんとか。
ふにゃら。よし。早い早い、戻んの。高まる早く。大丈夫。もう早いな。1ターンしか持たん。ふにゃらが。うわぁ、ネスマルやばい。効果なし。スーパーピロリン、ネスマル、カバウネスマル、術カゲロウ。絶対効かんな、これ。1でも2でも、与えられるうちに殴っとくか。うわぁ！これ詰んだ。どうする？あれ、術扱いなんかな？手鏡で回復できるか。八個目さんいらっしゃい。こんばんは。ありがとうございます。気活眼で食べる、ネスマル。身動き取れない。サネさんいらっしゃい。目覚ましは、あ、目覚ましこれ状態回復。でもこれ意味なさそうですよね。一応使ってみるか。あ、動けるようになった。よしよし。スーパーピロリン、ネスマル、高まる、攻撃。目覚まし結構効きますね。投げ風車使ったるか。外れた。大丈夫。キツネビ使うか。ハイパーキツネビ。そうですね。アカネ仲間になりました、前回。おお、効くな。効いてる効いてる。効果なし。やっぱり使うやつの段が低いとなかなか。影縫いやってみるかな。でもレベル低いから狐火で押した方が良さそうですよね。使えそうなもんがないな。でも9も与えられたら十分ですね、これ。やばいか。いや、もうちょい早めにキツネビ戦法使っといたらよかったです。高丸の攻撃で10。ギリギリ。ギリ耐えた。攻撃、攻撃。弾薬。会心出たー。あれ、まだ生きてる。今の A 会心ですね。 A 会心出ました。いつも無駄会心ですけど。ん、
ここに来て外れる？かばうしかないな。うわぁ、キツネビツ使える。高丸。高丸が45耐えられるかどうか。いけますよね、多分。まあ、茜のレベル上げのためにも、茜だけは生かしたまま勝ちたい。キツネビ無理。影縫い無理。もう殴り合うしかないな。痛い。やりましたーやったやった。ネスマルの術に磨きがかかった。名付けてウルトラピロリンの術だ。あれ、会心で出てよかったですね。お、戦いの中で術に磨きかかった。ハイパーカゲロウの術だ。スーパーの次、ウルトラですよ。小学生が考えそうな、大喜びですよ。ウルトラ、ウルトラソウル。お、覚えてるよ。今度会うときは負けねえ。でひひ。こいつら何回戦わなあかんねえ、四天王。本当に強くなりましたね。ネスマルさんはドクロ将軍も慌ててるでしょうね。次はターボダッシュ。西の洞窟から炎を持ってきて、からくり戦車で山を越えてください。虹の町がドクロ一族に襲われているんです。それじゃあネスマルさん、私はここで失礼します。じゃ、確実に今やったと思ったんですけどね。え、大丈夫ですよ。今度はドクロに捕まんないようにからくりバイクってやつでも作りますから。それじゃあネスマルさん。ほんならまた捕まってんですよね、どうせ。お、これが戦車か。うわ、すげえ、マカマカみたい。なんか次回作がサンダー詐欺に泣かされたストーリーなんだな。あんたがネスマルさんかい。噂は聞いてるよ。呪いをかけられる時もきっとあんたがいつか呪いを解いてくれると思っていたんだ。調子ええこと言いやがって。抜け出し、まあ一緒ですね。あんま変わらない。弾薬買っとく。MP 回復薬がやっぱり高すぎるな。飛びまささんはもう行っちまっただ。早くからくり戦車で虹の町を助けてくだされ。ここは蛍火の術を教える修行道場でござる。ならば茜殿に。いやー、ちょっと茜無理無理。勝てん勝てん。リリ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 。あ、これででももしかしたら、あ、全回復してる。体力だけ。あんまり意味ないですけど。すげえのー、あんたらが呪いを解いてくれたんだってね。これでまた大好きなカニがたらふく食えるぞ。タラバガニ、ケガニ、鼻先ガニ。ああ。考えただけでよだれが出るぞ。ラホイ一族の子供をたくさん産んで、ドクロ忍者に対抗する忍者を育てるわ。じゃあまずは、僕と一緒に子作りしませんか。ラホイ一族ってネスマルとアカネしかいてないですよね。この町を救っていただきまして本当にありがとうございます。何もお礼ができません。せめてこの町にあなた様のお名前をいただきとうございます。ドクロの町にはネスマルの町にと呼ばれるようになった。さあ、お楽しみの武器が増えてるかどうか。
嵐の刀、木枯らしの刀、はやての刀、風の鉢だがね、やばいなぁ。インフレを起き始めましたね。14,000円とか高すぎる。何回バッティングセンター行かなあかんねん。ここも修行場。ここは技分けの術を教える。うわ、これめっちゃ欲しい。技分け。これあったら、あの、松の丸薬いらないですよ。アカネエーテル化計画。でも強いな。やっぱ48とか食らう。桁違いの強さ。いやー、おもろいなこれ。ほんま古き良き RPG ですよね。709。でもボス戦でも意外と経験値少ないですよね、このゲーム。で、火を持ってこいと。あそこの地蔵だけ行くか。あ、そうか、ドクロの旗持ってるから、あれやっぱ預けに行かんとダメですね。先に預かり所はでかい宿屋があるところでしか預けれないんで、多分でもあの出前券とか運送券やったっけな、あれ使ったら預かり所まで運んでくれそうですけど。ここですね。でこれでドクロまんじゅうと、ドクロの旗。旗持ってなくてもそんなに変わらんエンカウント率。この鎧武者美味しいですね。あいつ一匹で80円。この先は山に遮られて行き止まりじゃ。戦車がなければ通ることはできないでおじゃるぞ。この山を戦車で越える。こっち絶対天狗の家ありそうやな。先見に行くか。なんか便利な
呪術ドクロ。便利な術でももらえればいいんですけど。うわ、アカネやばいやばい。くそ。一番レベル上げなあかんやつやのに。っていうかやっぱ防御ない RPG きついなぁ。しかもやっぱり意外と賢くて AI が弱ってるやつから確実に狙ってくる。まあ、そのためのカバウコマンドなんでしょうけど。そうそうそう。防御で壁として。海が真っ赤に。304円。まあでも四天王との戦い2周目に入って玄武の次は白虎やな。あの山に出てくるんですかね。雪崩の方がヤバそう。あのそうでもなかったですね。18全体攻撃かと思ったけど。400円、430円。お、一本道かな。でもかなりこの先分岐してそうですよ。なんやのこの意味ありげなくぼみ。お宝ほんまに意味ないんかな。あ、こっちで下行くんか。隠し通路あるとか。お、敵出んな。これ、流れのパターン入ってますよ。敵伝状態の。あ、間違えた。しかもダンジョン内はドトン使えへんのか。
笑いだけ。かげろうと一緒ですね。またやられそうやな、あかね。やっぱりやばい。これ高まるやばいかもな。あかねでかばうか。かばい合いの精神。26、26は耐えれますよね。よし、大丈夫やな。さっきこっちの方がいいか。そうですね、火力高い割には高まる一撃で倒せるんで、まあとにかく数を早めに減らしたい。ちょ、この先だけ見て。うわぁ、もう階段やな。割と短いというか単純なダンジョンですね。というわけで、残り1分になりましたんで、ここまでロムって見てくれた方、ありがとうございました。そしてコメントしてくれた方、ありがとうございました。フレッシュネスファクトリーオブエーの方もこれで一旦終わりたいと思います。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。そしておやすみなさい。ほなまたね。セーブして終わっておきます。お疲れ様でした。リセットボタンを押しながら電源を切りましょう。ほなまたね。